自営業者や年収2000万円を超える人などを対象とした確定申告の受付が今日から始まりました。愛知県内では各税務署など合わせて14カ所で受付が行われています。中村区の特設会場には朝から多くの人が訪れ、税務署の職員らにアドバイスを受けながら手続きをしていました。もうだいたい初日なんで初日なんですか。いやもう早い終わりだって言われてるんだけど、終わりかけになると大変ならね、とにかく今日初日もうこれは絶対絶対。名古屋国税局によりますと、インターネットを利用する e-tax が普及し、東海4県では去年全申告者のうち 58.7% が利用したということです。所得税と贈与税の確定申告は来月15日までです。さて、この確定申告、複雑で難しいというイメージもつきまとうんですが、街の人は。今行ってきました。今回は払うんですけど、戻ってくるときは面倒くさくてもね、まあ、やらないと。新居の購入で行ったんですけど、すごいその時は並んでて、面倒くさいなっていうのはあります。ないです。大変そうだなっていうイメージだけ。ないです。今働いてるって。1年目です。あんまりよくわからないのが正直なところです。